黒板が7月4日のまんまで。うまい。ね。いきなり最初のインナーライブの、ん、最初のオープニングの黒板の日付が。そうですね。まあいいけどね。うん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。というわけで。てか私メガネ忘れてる。うん、してくる？いいの？あ、ちょっと撮ってきます。はい。というわけで、はい。今日も始まりましたけれども大丈夫、はい、今日はですね、伊藤博文さんのお話ということで、はいはい、今日伊藤博文さんの誕生日なんですか。いや、昨日。あ、昨日ですか。昨日が9月2日が伊藤博文さん、誕生日なんですけども、うん、ただあの昔は単院暦っていう暦を使ってたので、ほうほう、あのちょっと今と日付が違うんですよね。何とで、で、うん、実際こ の, あの普通の西暦 の,、うん、あの普通の太陽暦だと、はいはい、10月全然違うじゃないですか。10月のなんか20、はい、あの忘れましたけど10月の、はい、日付になるんですけど、まあ、いいっすね、はい、まあはい、というわけで、大丈夫ですか、はい、はい、今日は伊藤博文さんのお話ということで、はいはい、なんと伊藤博文さんは兵庫県知事もそうなんですやってはりましたね。初代の、はい、兵庫県知事ということで、まあ、兵庫県にゆかりのある人ということですね、はい、はい、じゃあこの人のお話なんですけど、はい、これはパワポ書類が出てきます。はい、ちょっとパワポ書類が出てくることになってます、はい、今日も。はい、おー、はい、おー、なんか小さくなったね、はい、小さくなった、いや、はい、あ、私たちが、はい、すごい、すごいね、これどうなってんの。何がですか。いや、ちっちゃい、普通にあのちっちゃい小窓が出てるだけです。すごい、なんかすごいね、はい、なんでこの体はちゃんとこうなるんや。いやいや、まあまあまあ、はい、はい、というわけで、あ、こんばんは。はい、こんばんは、はい、知っておきたいお札の人シリーズ第1弾ということで、はい、第2弾があるかは知らないですけど、いや、出てくるはず、出てくるんですか、はい、はい、まあね、診察の、お札って20年に1回でしたっけ。そう、変わるんですよね。あ、そうなんです。絶対変わるんですよね。あ、もう決まってるんですね、うん、で、次のお札誰がなるかとか知ってます。え、もう決まってました。はい。知らんかったです。知らないですね。はい、あの渋沢栄一さんとか、はい、がなるんですけれども、はい、はい、それは2024年かな、はい、ぐらいですかね、はい、になるんで、またその時は第2弾。マジですか。ちゃいます、はい、まあまあ、まあやりたいと思うんですけど、今日は伊藤博文編ということで。です。はい。はい、いいですか、はい、はい、ということで今日のトピック、まず、はい、お札に載った人たちをおさらいということで、とりあえず今日初めなんで、はい、はい、これ、このスライドはあの秘書さんが作ってくれました。大まかには私が作りました、はいはい、ありがとうございます、はい、ということでどんな人がお札に載ってるかっていうのをおさらいしていこうということで、はい、はい、じゃあ次で、はい、あ、それと俺、うん、お札に偉人が載る理由、理由ね、はい、なんかちょっとどうやったらお札になれるのかなっていう、ね、いや、そういうことじゃないと思います。あ、そうです、あの、はい、そんななろうと思ってなれないんで、はい、はい、な、まあ、なんでなんか人が印刷されてるのっていうのがちょっと気になったんで、うん、はい、そう思いました。あ、なんでやろうね。でしょう、ほんまやね。でしょう、別に物でもいいよね。別に物とか東京タワーとかでもいいもんね。前みたいに平等院、いや、平等院じゃないわ、なんだっけ、あ、平等院でしたっけ、どこだった、首里城ね、2000円札。あ、そうだ、うん、え、あれって人物なかったっけ。あ、人物書いてなかったやつもあったと思う。人物書いてないやつもあるんですね、お札。 あったと思いますね、うん、そこら辺は調べてない、ちょっと忘れました、はい、はい、ということでそういうお札になんで人が載ってるのかっていうのか と, うと伊藤博文の経歴、どんなことをしてどんな感じの人生だったのかを振り返ってあげようというか、はい、はい、で、伊藤博文さんがやったことね、の注目すべき、うん、はい、で、最後に完全に秘書さんがまとめてくれると。完全に
完璧にまとめてくれるということで、はい、今日も始めたいと思います。はい、はい、ということで、まず1番、お札に乗った人たちをおさらいしましょうということで、はい、はいはい、なんと、菅原道真さんですね。なんと、はい、菅原道真さん、何した人か知ってます？え、学問の神様になった、知ってますね。どこで祀られています？え、北の天満宮で、え、違う、うん、まあそういうことにしておきましょう。あれ、はい、で、これ五円なんですけどね、まあ、昔の日本銀行券なんですけど、はい、あのここには注意書きが載ってます、はいはい、この券引き換えに金貨五円を渡してください。はい、この券と引き換えに、はい、太宰府というのもね、はい、はい、知ってなかったじゃん。北の天満宮って言ってました。太宰府は分かって、はい、なんでか愚問の神様でみんな言ってるやん。太宰府、そう、太宰府の何やった、まあいいです、はい、はい、まあこの昔はあれね、お札っていう概念がそもそもなかった、はい、貨幣っていうか、あの硬貨みたいな、どっちかというと硬貨がメジャー、硬貨って何、どうやって生まれたか知ってます？どうやって生まれた、うん、どうやって生まれたか、昔はもうブツブツ硬貨やったじゃないですか、はい、お肉とお魚を交換しましょう、はい、でもそれだと重いし、しんどいから、とりあえず綺麗な真珠の貝とかね、貝殻とかね、そういうのと交換していきましょうみたいなんで、はい、貨幣って始まったんですよね、うんうんうん、だから貝っていう字がついてるんですけどね、貝、貨幣の貨に、まあいいです、はい、はい、まあそういうことで、お札ってできたのって、はい、あの紙じゃないですか、ただの、はい、こんなものがほんまに金とかね、銀とかに変えれるんかっていう話ですよね、はい、これってなんで変えれるのか知ってます？なんで変えれる、うん、だってただの紙切れじゃないですか、はい、うん、紙切れが1万円札やったら1万円の価値があるわけでしょ。そうです。なんでやと思います？なんでやと思います、うんうん、そんな紙が1万円の価値あります？ないです。じゃあなんで僕らは1万円大好きなんですか？あ、それは銀行とかの信用。あ、そうですね、はい、これは政府の信用によって、うん、あの貨幣っていうのは成り立ってる。日本銀行系な、日本銀行がちゃんとこれを持ってきたら1万円相当のものに交換してくれますよっていう、うん、ちゃんと保証ができているっていうことですね。で、昔はそんなこともみんな知らないから、この券、ただの紙切れやけど、この券は5円相当になりますよっていうふうに注意書きがも入っていると。そう、お札自体にね。なるほど、うん、でも最初はそうだったんですね。うん、そうですね、はい、はい、で、次行ってみましょうか、はい、これ次は菅原道真さんっていうね、学問の神様の人ですね。で、このわけの清丸、うん、知ってます？は歴史の中に出てきたのは出てきたんですけど、うん、なんか何したかっていうのはあまり、はい、僕も知らないですね。ですね、はい、なんかで、もう一つ、竹野内の宿根、誰ですか？知らないですよね。竹野内の宿根はあんまり有名じゃなさすぎて、うん、昔の人が知ってたのかな。やりました。だって僕らが知ってるって言ったらさ、はい、その聖徳太子であったり、はいはい、紫式部であったり、はいはい、清少納言であったりとか、はい、その加納一派の人であったりとか、はいはいはい、千利休であったりとか、うん、じゃないですか。そうですね、うん、なんでこんな人が選ばれるのかっていうね、不思議ですよね。まあ不思議ですけど、ね、初めて見ましたよね。僕も、うん、初めて見ましたね。まあ次行ってみましょうか、はい、この人、慶光天皇です、ね、あ、天皇さんですね、はい、そうなんですよ。お札になる人って、はい、天皇さんとかその偉い人が多いですね、はいはい、で藤原の鎌足さんですね。これは知ってます？鎌足と蘇我のイルカとギャーってやるやつ。それ中富の鎌足、違う、それは、うん、中野大江の王子、中野大江の王子と、そうね、中富の、出てこなくなった、うん、はい、まあ、歴史はあんまり僕も知らないんでね。いや、もうちょっと、まあ、それで、まあ、聖徳太子はみんな知ってますよね、はい、聖徳太子はたくさん1万円にも5000円にも100円にも1000円にもなってるっていう、はい、はい、結構レアな人ですよね、はいはい、聖徳太子さんはなんか
有名ですよね。もうね、あの日本人の中でもまあ知ってるでしょ。ほぼほぼ知ってるでしょ。なんかあれですよね。もうなんか半分伝説だし、うん、かつなんかこうあまりほんまはあの悪い印象ないですよね。聖徳太子は。だから聖徳太子ってさ、はい、一度にさ10人の人の話を、はいはい、聞いたすごいみたいな人になってるじゃん。そうですね。あれ嘘やねんで。どうして嘘だった。あれはあの壁画じゃないわ、何ちゃんと映画残ってて、はい、聖徳太子は10人を順番に話を聞いていった、はいはい、っていうのは何でか知らんけど10人いっぺんに聞いたってなってるよっていう、はいはい、うん、嘘だよっていう、ね、はい、だまあそんだけ人の意見をちゃんと聞いて、はい、最終的にあのみんなの意見を聞いてまとめるのがうまかった人、うん、っていうことで、まあ、全員の意見を聞いてこうだよって判断しましたよっていうことがなんか一度に聞いてやったみたいなことになっちゃってますね。はい、はい、で次行きましょうか。はい、はい、大和たけるの御事さん、はい、それも確か大和たけるの御事も、はい、慶光天皇かどっかの直の子供かって言ったことあるかですね。大和たけるの御事は有名ですよね、はい、漫画とかでもよく出てきますもんね。ね、うん、なぜか有名ですね。うん、タケルさんね、はい。タケルさん。タケルって、うん、はい、武尊と書いて、はい、タケル、うん、と皇后さんね、はい、はい、知ってます？いや、あんまり。この人誰か知ってます？この人誰かって。神宮皇后さん知らないですか？どうだった？この人はあれですよ、生田神社をここに作りましょうって言った人ですよ。あ、そうなんですか？神戸に住んでんのに、はい、はい、まあ、ま皇后さんですよね、はい、こういう人もお骨になると、はい、はい、次行きましょうか。めちゃくちゃ突っ込むんじゃなかったですか、今日。すいません、はい、で、まあ、二宮尊徳さんとか、はい、岩倉智美さんとか知ってますよね。まあ、大体知ってますよね、はい、まあ、夏目漱石さん、福田由紀さん、新渡戸稲造さん、むしろね、この中で誰が一番あまりメジャーじゃないって、うん、この高橋これきよとか、うん、新渡戸稲造がそうですよ。そう？新渡戸稲造なんか五千円札で。五千円札で、うん、まあ見てたは見てたけど、何の人って思ってた人の方が多いんじゃないですか。ちなみに今日伊藤博文やるんですけど、はい、僕間違えて福沢諭吉をずっと勉強してました。マジで、はい、めちゃ、うん、どういう福沢諭吉にちゃんとあの福沢諭吉でもできるようになりましたね。第2弾福沢諭吉でお願いします。はい、はい、というわけで今日は伊藤博文さんをやると、はい、はい、いうことですね。はい、次行きましょう。はい、でなぜ偉人の顔を載せるのか、はい、はい、顔を載せることで微妙な変化に気づきやすく偽造防止になる、はい、ほんまですかっていうのは、うん、多分こう顔を認証するって結構あの何ですか、複雑というか、うん、まあね、雰囲気でなんかこう、でも知らないでしょ、聖徳太子がどんな顔かと。いや、でもあの顔ってなんかわかるじゃないですか、なんとなく、まあ、そのもう配られてるから、ね、あ、うん、もうこれってね、これってなってる時に、うん、もう、なるほどね、だって織田信長だってね、あの光栄さんが出したね、戦国じゃあ信長の野望のね、はい、信長しかもイメージないですもんね。そうなんですか。ないですか。そうですか。あ、そうですか。いや、大丈夫ですよ。あ、そうですか。はい、はい、で2番目が親近感を持ってもらうためっていうことだっていうことで、はい、偉い人やのにね、親近感、不思議ですけど、ただこれは、うん、日本銀行のホームページでちゃんと載ってます。あ、そうなんですか。はい、日本銀行ホームページより、うん、はい、明治以降の人物で文化人であるよく知られた人物がお札になる。で、なんかこれはなんか2004年の段階で、うん、なんかもうそういうふうにしましょうっていうふうに言ったのが、2004年って最近ですね。割と最近です。だからそれまではなんかその伊藤博文も政治家じゃないですか。うん、はいはいはい。だから文化人じゃないんで、うん、っていう話なんです。いや、伊藤博文はまあいいよ。はい。はい。じゃあ次行きましょうか。はい、というわけでお札に偉人が載る理由は、うん、まあみんなに親しみやすくて、まあ、使いやすい感じ、うん、ですよね。はい、で載せる基準ですけど、実在の人物、はい、うん、まあおる、で業績があり知名度も高く親しみやすいなど5
国民から尊敬され日本を代表するような人物であること、うん、書いてあったんですね、はいはい、で偽造防止の観点から簡単に複製できずかつ人の目を引く特徴のある顔であることなどです、はい、この特徴のある顔であることなどって言って書いてあったのは、うんうん、ちょっとえ、うん、ほんまって思いました。特徴分からへんもんね。分からないのと、え、顔で選ばれてんの若干とか思いまして、ね、でも野口英世のボサボサ頭とかさは特徴的ですね、うん、聖徳太子のあのこの冠とかね、烏帽子とかね、うん、はい、で明治以降の人物で文化人であるよく知られた人物がなると、はい、もう2004年に決まったらしいんですね。ですね、はい、ということですね。次行きましょう。はい、というわけで、うん、あの伊藤博文さんも、はい、まあ有名人やったらしいですよね。有名人ですよね。有名人なんですよね、はい、でなんで有名人なのかっていうのを、まあ、今からちょっと、はい、振り返ろう、振り返ろうということですね、はい、まず山口県ですね、生まれが、はい、まあ、今の山口県ですね、はいはい、昔はあそこら辺なんて言ってるか知ってます？長州まあまあいいです。はい。はい、ということで、お父さんは農民やったんですね。はい、林さんです、はい。林十三さんです。はい。はい、でその人が、まあ、子供を産んで、はい。で、家が貧しかったため、足軽の伊藤さんと、はい、ちょっと伊藤さんとこの養子になって、伊藤直左衛門と会員しました。はい、はい。はい、だからもうめちゃめちゃ貧乏やったわけですよね。ね、養子になるくらいなんで。一回破産し、お父さんが破産したっていうこと、ね。なんで農民で破産するんですか。わかりません。そうなんですか。わかりません、そんな事情までは、うんうん。まあそれでまあ足軽さんの養子になったんで、長州でね、長州藩で、はい、あの足軽になると、はい、いうことですね。はい。はい、破産したんですか、農民やのに、はい、そういうふうになってます。農民で破産ってどういうことですか。わかりません、うん、まあいいです、はい、はい、で、まあ16歳になりました、はい、もういい結構な大人ですよね。昔で言う、はい、今で言う20歳ぐらいですね、はい、うん、はい、吉田松陰さん知ってます。はい、吉田松陰さんってどんな人か知ってます。どんな人って、うん、で説明難しいんですけど、はい、はい、の塾に入るんですね。ね、吉田松陰さんがやってる塾に入るんですね。塾に入ります。吉田松陰さんのやってる松下村の塾、松下村塾にはどんな人がおったか知ってます？他に。いや、高杉晋作。マジで。マジで。うん、はい、まあ、あのすごい人ですよね、はい。すごい人がいっぱいそこに入って、はい、で勉強して、うん、まあ、今後の日本を担っていく人らはね。結構入る塾ですよね。ですよね。ただこの人伊藤博文さんは貧乏やった、うん、から塾に入れませんでした。でも身分も足軽でね、で養子でね、うん、もうだから塾の中には入れませんでした、うん、から外でこう聞いてる。まあ多分あの空いてるんじゃないですか、ドアとか。あ、そうなんですか。イメージ的には、うんうん、はい、まあそこでまあ、ちょっと外でね。こんにちは、光一くん、はい、うん、ということで、あのちゃんとした塾生ではなかったっぽいですよね。まあお金も払われへんか、まあそういうことです、うん、ですね、はい、でその頃ですね、外国が日本を侵略に来て、あのペリーさんの開国してくださいよみたいな、はい、知ってます、はい、開国を迫ってったわけですよ。そうですね、うん、でですね、その時江戸幕府ですよね、うん、知ってます。わかりますよ、はい、わかりますよ、はい、江戸の幕府の時に、あの普通日本って言ったら、うん、天皇さんが一番偉いわけですよ、うん、ただ江戸幕府の将軍さんが、あの無許可でね、天皇の許可なしで日米修好通商条約を締結しちゃったんですよね、うん、日米なんでアメリカとですよね、はい、うん、でそれを知って、なんで天皇さんのお伺いを立てずに勝手にやっとんねんって吉田松陰大激怒です。ですね。うん、めっちゃ激怒しました。はい、だって吉田松陰は天皇大好きな人、うん、
まあどっちが、うん、なんですよね、はい、うん、でそれを勝手に一階の将軍とか将軍がもう勝手にその天皇を無視して勝手に条約とかもするんじゃう、ね、っていうことはもう日本の一番偉い人のふりをしたわけですよね、うん、それは激怒しますよね。そうですね、うん、でそれはあかんやろっていうことで、その画策した老中の真鍋明勝さんっていう人を殺したろって言ってちょっとねそういうことを考えるわけですよ、うんうん、でまあ、孔明天皇の時に、うん、そういうことがありまして、で、まあ、もう殺してやろうっていう計画を練ってました、うん、でそれでバレるんですよね、うん、でバレて違う案件でバレたんですよ、うんうん、殺す計画とか立てなくてお前らもうちょっと幕府にちゃんとやれよって言って、まあ言うたら軽犯罪で捕まったのに自分で暴露しちゃったみたいで、あら、まあ、暗殺計画を、え、そうだったんですか、うん、そうなんですよでそれで殺されちゃった、うん、まあこれが安政の大国ですよね、はい、うん、たくさんの人が幕府に歯向かったっていうことで殺されていったことがあったんがですけどね、はい、うん、で吉田松陰さんが殺されました。ならそこで伊藤博文さんはその人にお師匠さんなんでずっと支持してて、うん、でその人が幕府に殺されたわけですよね。ですね、うん、ほんならもう幕府憎いっすよね、はい、うん、18歳ですねその時、はい、天皇を中心とする政治に変えてもう外国の侵略も阻止する運動をね、尊王攘夷運動っていうんですけど、それに、伊藤博文さんが加担することになる。そうです、ね、入ることになるんですね、はい、尊王っていうのは天皇を敬うっていうことですね。で攘夷運動っていうのは外国の侵略を阻止するべく外国と戦うぞっていうことですね。でいけますね、え、いけてます。ただ、はいはい、騎兵隊の流れで消されてる騎兵隊、はい、騎兵隊まだまだですよ。また先、うん、そうだった、はい、まだ死んだところなんで、あ、まだ死んだ、はい、そうで外国と戦うにはね、うん、英語力が必要だと考えました、うん、これは、昔の人って日本語しか喋れない、まあもちろんね、うん、開国したばかり、僕が間違えて勉強した福沢諭吉さんとかは、はい、蘭学、オランダ語ですね、はい、オランダとは鎖国してなかったんで、そうです、行き来してたんでオランダ語を習ったりして、外国の文化っていうか、もう日本だけじゃなくて外国にも目を向けて、うん、そういう人らがちょっと英語を学ぶためにイギリス行ってくるわっていうことで行きました。日本だけじゃダメだからっていうことでね、うん、はい、でロンドンで、イギリスのロンドンで英語を学びました。でロンドンには博物館も美術館もいっぱいあるの知ってます？知ってますね。その、はい、当時はしかないですね、うん、で海軍施設とか工場とかもいっぱいあって、うん、もう日本より全然上なんですよ文化的にね、うん、めちゃめちゃ進んでたんですよ。ほんでこれは日本このままじゃ負けるで、もっとたくさんの文化を取り入れて日本もこのレベルまでちょっと行かないと無理やでっていうことで、うん、鎖国なんかしてる場合ちゃうと、もっとたくさんの文化を取り入れようっていうことで開国論にガサッと変わりました、うん、今までは外国人は来んな、もう侵略してくるやつは全員殺せっていう攘夷運動をしてたんですけれども、ちょっとここで変わってくるんですね。これはちょっと外国のことも入れなあかんよねっていうことで開国論に変わります、うんうん、で次ですね、はい、大丈夫ですか、うん、はい、でそのイギリスにおったんですけれども、アメリカとイギリスとフランスとオランダの、4カ国が長州藩を攻撃するでっていう噂が流れます。それでびっくりして帰国してくるんですね、うん、ここまで1年ぐらい、まあ1年でだいぶ英語できるようになったみたいで、もともと頭は良かったみたいですけどね。そうですね、うん、でこのまま戦ったってそれはもう国力の差を目の当たりにしてるわけで、もう絶対負けるんやから、うん、どうにかして戦争せえへんように英語で交渉します、うん、根回しをします、いろいろ、もう攻撃すんなと、日本も
ちょっと協力して開国の方に向かわせるからちょっと頑張るからって言うんやけれども、あの長州藩はちょっと頭固いんで、うんうん、あの嫌だ、もう外国の来るな、鎖国するには開国なんかせえへんみたいなんで言ってたら、大砲バーン撃たれて黒船にですね、で下関戦争によって長州陥落しちゃいます。長州藩負けちゃいます、うん、で長州藩はここで目が覚めます。これは無理これは無理で、これはもう勝たれへんってなった時に、次はその伊藤博文は和平交渉に入ります。もう砲撃受けてるんやけど、うん、ごめん、もう長州藩をちょっと説得するから、なんとかこのまんま、うん、引いてくれと、とりあえず引いてくれみたいな和平交渉をします。ただ攘夷派ですね、外国と戦争したい派により暗殺計画が持ち上がってきて、伊藤博文に対して、はい、で殺されかけるんで逃げます、はい、うん、でちょっと雲隠れしちゃうんですよね、うんうん、そっからちょっと歴史からおらへんくなります、うんうん、でもう伊藤博文にしたら、もう幕府に就いたらいいのか天皇に就いたらいいのかわからんってなります、うん、ですよね。だって外国の方が絶対強いんやけれども、外国と戦争したら負けるって分かってるし、どうしたらいいか分からへんって なるわけですよね、うん、はい、で次ですね、はい、で次幕府がですね、長州藩の征伐に乗り出してきます。なんでか分かります？なんでか、うん、長州藩を、うん、なんでか、うん、分かんないし、長州藩っていうのは外国にバンバンやられた、砲撃されたわけですよ、はい、うん、だからもう長州藩はもう開国しようってなってるんです。あ、うん、もう負けたから、もう外国の力すごい強いの分かったから、もう開国した方がええでただ幕府的には鎖国政策をしてるんで、はい、お前なんてことを言うのと、う、ね、うん、幕府の言うことを聞いとけよっていうことで、長州藩をやっつけに来るんですよ、徳川家が、うん、徳川幕府が、江戸幕府が、うん、で長州藩はそら日本の中で戦ったらね、絶対幕府には負けるじゃないですか、うん、だから保守派さんはもう降参しようとして、分かりました、うん、もうやっぱり幕府が一番なんで、あの幕府の方につきますと、うん、これ保守派って、あの高杉晋作さんが言ってるんですけれども、うん、でそれに対して幕府に降参しないぜ派の正義派、うん、これはこれも高杉晋作さんが言った、自分らは正義やと、うん、幕府になんか絶対屈しひんって言って挙兵します。で伊藤博文さんはその時に高杉晋作の騎兵隊に加わります。うん、これが22、3ぐらいかな、そうですね、うん、はい、ほんで伊藤博文は、私の人生において唯一誇れることがあるとすれば、この時一番に高杉さんの元に駆けつけたことだろうと語っているみたいな、というふうに言われているです、ね、うん、実際はどうか知らないですけどねで戦います。長州藩の中で戦います。保守派と正義派が戦いまして、で正義派が勝つんですね、うん、高杉晋作さんが勝ちました。なら長州藩はもう高杉晋作さんのものですよ、うん、だってもう牛耳っちゃったから、そうですね、だから長州藩の実権を高杉晋作さんが握っちゃったわけですね、うんうん、わかります？はい、ほならもう長州藩は強い派になっちゃいました。でこれ以降ね、伊藤博文さんは活躍することなく、なんかね、うん、あんまり大して またなんか逃亡っていうか逃亡浪人の道に進むわけですよね、うん、まあ、もともと農民で身分低いから、うん、そんなにみんなにちやほやされることないんですよね、まあ、昔は士農工商っていう、まあまあまあ、その身分制度があって、ね、うん、そんなに急に立身出世できるわけじゃないんですね、うん、はい、はい、で26歳の時に大政奉還を迎える。これ大政奉還ってわかります？はもうみんな習ってるはずですよ、はい、教えてくださいいやちゃんと、はい、幕府が、はい、天皇に実権を返す。そうですね、だから今まで江戸幕府の前までは、うん、天皇さんを中心に
政治が動いていたんですけれども、うん、まあ、戦国時代に入りまして武家が強くなりました、ね、権力を握るようになって天皇さんそっちのけで、政治をするようになって、うんうん、でもそれはもうダメだよねっていうことでやっぱり天皇さんに実権返します、うん、っていうことが大政奉還なんですよね、はい、をされまして江戸幕府終了になります。はい、うん、終了しました、はい、江戸幕府が終了したら次の実権は誰が担います？それが明治天皇が。そうですね、明治時代、はい、はい、明治天皇ですね、はい、はい、で明治天皇になりました。明治天皇は普通にあの外国人とかも受け入れます。だから開国派ですね、うん、そもそも幕府を倒したのは長州藩とかの、うん、あの開国したい外国人もっといっぱい入れて、うん、文明をどんどん上げて教育レベルも上げましょうっていう派閥やったんで、うん、その人らが大政奉還させたんで、あの外国人がいっぱい入ってくるわけですよね、はい、うん、でそうなるとやっぱり外国人は英語とか喋ります、はい、うん、フランス人はフランス語喋ります。で日本人は日本語しか喋れない、うん、ということでいざこざがいっぱい起きますですね、うん、例えば神戸事件ですね。神戸事件って知ってます？神戸事件は、はい、よくわかってないです普通に藩の、役人さんは、うん、普通になんで行列をなして大名行列みたいな感じで、うん、こう道を歩くじゃないですか、はい、でその時にイギリスやったかな、イギリス人か誰かが横切ったんですよね。横切ろうとしたんですよね。フランス人ですね。フランス人か、あ、横切ろうとしたんですよね。でそれダメじゃダメなんですよ。日本的にはその偉いさんが歩いてる進路を妨げるとダメっていうなんか昔からの決まりがありまして、まあ、風習みたいな、うん、でもそんなんフランス人は知らんわけですよね、うん、だからなんでやねんっていうことになって、いざこざいさかいが起きまして、それが神戸事件って言って、はい、三宮神社のところですぐ近くなんですけど。三宮神社ってそんなところでですか？うん、それで大丸の、うん、大丸のところ、そうそう、大丸があるとこね、まあ、大丸のすぐ横のとこね。そうなんですか？あそこで起こってます。あ、はい、それが神戸事件で、堺事件っていうのもありまして、これは堺で起こった事件なんですけれども、これは、酔っ払った、はい、これも何フランス人イギリス人か知らんけどあの酔っ払った外国人さんが、はい、その日本人といざこざになって、うんうん、でなんか調子に外国人が調子に乗ってなんか藩の旗をこう奪ったりしたんで銃撃戦になったらしいですね、うんうんうん、はい、で銃撃戦になって、まあ、そういうのがいろいろ起こってくるわけですよ。外国の人からいっぱい入ってくると、でその時に役に立つのはやっぱり英語が喋れる人、フランス語喋れる人、うん、オランダ語喋れる人ですよね。あの通訳ができるんで、そうですね、うん、そういうとこで、まあ、伊藤博文さんは昔英語を習ってたんで、うん、英語ペラペラやったんで、こういう事件をどんどん解決していくわけですよね、うん、まあ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 双方の言い分を聞いて、うん、こんなん知らんかったわみたいな、ごめんなみたいな感じで解決していくわけですよね、うん、はい、でこれで出世していくわけですよ、ね、昔は英語を喋れる人なんかそんなおらへんかったんで、もう次こっち次こっちみたいなんで、どん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 出世していく、ね、で神戸の事件をきっかけにとりあえず兵庫県知事になってくれっていうふうに依頼されるわけですよね、うん、神戸事件解決してあんたすごい人やから、うん、とりあえず神戸を治めてで兵庫県を治めてみたいな感じで兵庫県知事になってるんですね、ね、うん、であこの時に伊藤博文に改名してるんですけども、はい、はい、次行ってみましょうか、はい、でですね、外国事務局の判事、外国のいざこざをいろいろや治めるのとかいろいろやって、うん、初代の兵庫県知事になります。すごいですね、兵庫県ねえ、はい、そう27歳、ね、若すぎますよね、うん、でこの時もう1回の知事なんですけど、はい、まあ、たくさん県がある中の知事なんですけど、はい、28歳で兵庫論っていうのも言います、うん、でこれの内容がどんなもんかというと、はい、次、はい、これ
これは書いてなかったよね。まあ、図書館です。はい、うん、はい、の内容を要約しますと、うん、兵庫論っていうのは天皇によってね、あの日本は国家を維持しましょうと、うんうん、で 文明開化もどんどんしましょう、うん、で外国とやっぱり対等にね、あの天皇さんを中心にして対等にやっていきましょうよっていうのをまず言います、うんうん、で次に、朝廷の法令、あの天皇さんの法令ですよね、を全国に、一括して、うん、ドンと不良を出して、うん、日本は全部それを守りましょうよみたいな、うんうん、生麦事件みたいですね。そうですね、はい、うん、はい、そういうことを言いました。でさらに、次、はい、広く世界万国と交通を開いて、うん、あの他国に真偽を示す、あのちゃんと友好、きちんとね、あの喧嘩もせずに友好して国威を発揚すべきであるっていうことも言いました、うん、であと僕らに関係あることとしては、士農工商の区別をなくして、うん、職業の選択の自由と住居の選択、どこで住んでもいいよっていうのをしましょうよっていうふうに言いました、うん、これはあの昔の人からすると革命的なことなんですよ ね、なんか思い出しましたよ、ね、職業が選択できるっていうのは、あの昔は農民は農民、うん、仏系で武士で生まれたところはもう武士の一族みたいになってたんですけど、うん、もう自由に何してもいい、いいようにしましょうよっていうことを言い出したんですね、うん、伊藤博文さんね、結構偉いですよ ね、はい、うん、で次にですね、全国の人民をちょっと教育のレベルをアップするために大学作りましょう、うん、東西南北ぜ全部、南京、東西南京って書いてるけど南北、そうやね、いや南京やと思う、南京、はいはい、東京、西京、南京、うん、はい、はい、にまあ、たくさん大学を作りましょう。で小学校もたくさん作って、で身分とか居住地とかを問わずに教育をしましょう、うん、とりあえず日本の国力を上げるためには教育が必要だと、うん、ちゃんと読み書きそろばんがちゃんとできるようにしましょう、ね、っていうことを言いました。27歳です。28歳か、めっちゃすごい、すごいですよね。同い年ぐらい、うん、同い年ぐらいでしょ、同い年、同い年もうこの時点で知事なわけですよね。まばりすごいすごいですよね。あ、すごいですよね、はい、うん、で外国との条約を遵守して、で貿易もちゃんとして、はい、で国力も豊かにどんどんしましょう。で外国人のその何、いざこざはやめましょうと、うんうん、もうちゃんとみんな人間なんだから、みんな平和に友好に行きましょうよっていうこともその時に言ってるんですよね、うんうん、27歳、すごいですね、すごい、27歳ですね、うん、そんなこと言ってますね、はい、はい、次行きましょう。なかなか終わられへん、これえ、どういうこといや、次行きましょう、はい、え、な、終わるん、あ、終わるよ、はい、でですね、はい、次に、はい、はい、岩倉智美さんの使節団として、はい、あの副使として渡米します、ね、渡米します。で、30歳で、ベルリンに行きます。32歳、はい、政官論に加わる、これどういう意味ですか。どういう意味ですか、うん、ここは秘書さんが書いたんででしょ。いや、だからって私が説明しないといけないです。韓国っていう国が、韓国じゃない、大韓民国っていう、うん、まあ言うたら朝鮮ですよね、朝鮮、はい、朝鮮半島に国がありまして昔、はい、今の韓国ではないです、はい、はい、そこのは秦の属国やったわけですよ。中国の属国やったわけですよ、うん、そうですね、ずっとね、ずっと中国に貢ぎ物を与えて、うん、でその代わりいろいろ、まあ、してもらうと、してもらうっていうことをしてたんですね。で教育レベルが非常に低かった、うん、うん、めちゃめちゃ低かったですね。その当時の日本はもう教育バンバンしてたんで、あのレベルが非常に高かったんですよね、うん、でパッて隣の国見たら、海挟んだ隣の国見たらめちゃめちゃレベルが低い、うん、識字率が、6% とか、そうですね、はい、なんか 94% がなんか文盲だったみたいな話、はい、それも出てくるかな、うん、はい、はい、そういうのがありまして、うん、で
なんとか韓国も教育してあげようよ、うんうん、隣の国なんだから、うん、分け隔てなく外国人も全員ね、あのちゃんと教育してあげましょうよ、うん、っていうことも言い出します、うん、はい、こんな感じですね、はい、で38歳の時に教育の、やり方とは何ぞやっていうのを上層します、うん、上層って分かります？普通にウェブの人にそうそうそう、はい、うん、こうした方がいいですよっていう伝えます、はい、ただの知事なのにね、ね、うん、こういうことを言い出しますね、はい、すごいっすね、はい、で憲法調査のために投稿します、はい、憲法っていうのがさっきの兵庫論の時に憲法朝廷の作った一律の法律をやりましょうよっていうために憲法を作らなかった、うん、そうですね、うん、っていうことでそれを学ぶために投稿しますね、うん、はい、で次44歳で天津条約を結びます。天津っていうのは中国なんで、うん、中国人と仲良くしましょうよっていう条約を結びますね。でそうこうしてるうちに初代の内閣総理大臣に任命されるわけですね。ね、すごいですね。すごいっすよね、初代ですよ、はい、うん、44歳、44歳ですよ、はい、僕ら44歳ですけどね、もう総理大臣ですよね、はい、はい、総理大臣になってるわけですよね。いやー、史上最年少ですね。すごいですよね、はい、でもこの人って家柄もなくて、はい、ただ英語のできる人なんですよね。そうですよね、うん、だから当時英語を学ぶっていうのがどんだけすごかったかっていうことですよね、うんうん、今で言う何を学ぶ感じ、今で言う何を学ぶ、うん、いや、わかんない、IT を学ぶ感じ、いや、IT も違いますね。何やろ、もうあれ、ツイッターとかフェイスブックとか作っちゃう感じやね。あ、そうです、そういう感じの、もうすごい先見の明があって、そんなんをもうプログラミングバーできるみたいなレベルの英語をやったんですよ、昔はね、うん、今で言う、まあ、そういう人が総理大臣になりましたと。すごいですね。で、大学も創設しました。もう有言実行してますよね。評論でバーッと唱えたことをどん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 叶えていくわけですよ、はい、教育もしました、で外国とも仲良くしました、で大学も作りました、うん、で総理を辞任するのが47歳、2年間だけ、そう、一旦おりますね、はい、一旦おりますね。伊藤博文さん何回総理大臣になるか知ってます？4回か5回やったけど、はい、何回？4回ですね、はい、でまあ1回目2年で終わるっていうことですね、はい、ですぐにですね大日本帝国憲法を発布します。はい、これも言いましたよね、朝廷が決めた憲法を日本全国一律でやるべきって兵庫論で言ったことをまたここで実現しちゃうわけですよ、ね、うん、大日本帝国憲法を作っちゃった、うん、すげえですよね。まあ、この人が発案者なんで実際作ったのはいろいろおるんですけども、はい、そういうのをやって、で第5代目の内閣総理大臣にまたなります、うん、でこの時に日清戦争勃発しちゃいます ね、はい、日清戦争って何で起こったか知ってます？日清戦争は、はい、これでも終わらへんな、そう、はい、朝鮮のこの争いに日本が介入してそこで清に怒られるっていうパターンじゃなかったでしたっけ、まあ、はい、まあいいです、はい、日清戦争とか、はい、またやりましょうね、はいはい、でまあ下関条約を結んで、はい、違い法権っていうのがあったんですけど、今まで外国の人が有利になるような貿易とかいろいろやってたんですけれども、うん、そうですね、違い法権を撤廃しちゃうわけですね、はい、うん、で三国関条でなんたらかんたらなんたらかんたらでめっちゃ、はい、飛ばしますね、ずっと行きまして、はい、日露戦争、はい、63歳ですね、63歳で 日露戦争、はい、日露戦争を何のためにやったか、もうちょっと、はい、もうそれもどうか、はいはい、ちなみにセイロガン、前言いましたけど、はい、セイロガンはロシアを征服するため の、 飲み薬、虫下しとか下痢とかをせえへんために飲む薬ですね、はい、セイロガン、はい、だもう終わらへんからね、終わらへん、やばい、ちょっと、はい、飛ばしていきましょう、はい、
で、いつまでも中国の属国の朝鮮ですね、うん、大韓民国、大韓帝国ですね、大韓民国じゃない、大韓帝国ですね、さっき民国って言っちゃったけど、はい、がかわいそうになり教育してあげようって思います、はい、でこの時の当時の朝鮮文盲率 94% ということで、はい、まあ、6% の人しかあの文字が読めたり書けたりでき、喋、うん、ることはできるんですよ。そうですね、喋、うん、ることはできる、喋れて、まあ、はい、全員は喋れてるけど、はい、うん、喋れるんですけど文字が書けない、あのハングルですね、書けない読めない、はい、ね、なんでそれはあかんやろっていうことで、とりあえず教育してあげようっていうことで、うん、ちょっとちゃちゃを入れるわけですよね、うん、もうちょっとこうした方がいいんじゃないみたいな、うん、でそれをしやすくするために初代韓国総監府総監になる、統監府総監になるですよね、はい、でこれによって韓国に銀行を設立したり博物館を作ったり、うん、まあ、大学とかもいっぱい作ったりして、その教育レベルをどんどん上げようと頑張るわけですよ、うん、ただ韓国人はなんでそんなことをしてくれるのか分からへんので、そうですね、日本人帰れってなるわけです、はい、僕らは秦国から中国からちゃんと施しを受けて今までうまくやってきたんやと、うんうん、なんでお前らがいきなり来てやってくれ、うん、文字書きそろばんを教えられなあかんねんみたいな、ね、ちょっとひねくれてんの、まあ、いやもうそもそも文明っていうものがなかったの で、 そうで、ね、ちょっと結構ほんまにひどかったらしいんで、だいぶひどかったのは、うん、獣に育てられた人間みたいなレベルやったらしくて、ね、で、うん、まあ、ちゃちゃを入れるんですけど、帰れ帰れって言われて、まあ、急に来たらびっくりします、ね、そう余計なお世話みたいに言われて、でこれは無理、うんうん、とりあえず日本が朝鮮を一緒に統括してね、うん、もう日本にしちゃって日本と同じ教育にしてあげな無理よねっていう併合論に行っちゃうんですよ。今までは伊藤博文さんは韓国 大韓帝国は大韓帝国で自分らで頑張ってくれ、うん、それでお手伝いはどんどんしますっていう風なスタンスやったんですよ。だから併合反対派やったんですよ。そう、うん、自分らでやって頑張って、でもお手伝いするし学校も建ててあげるし銀行も作ってあげるから頑張ってって言ってたんやけれども、これどうやら無理やないっていうことで、うん、併合のちょっと傾くわけです。併合推進派だったんですか。併合推進派に なろうとしたなりかけた。そうなんですね、うん、なんかで、はい、その時にもういきなり暗殺されます。アン・ジュコンっていう人に。あ、うん、その時でした、ね、うん、いや、うん、伊藤博文さんは本当に韓国はもう独立した国としてね、そう、なんか独立した国、中国からも何もされへんように独立した国として頑張ってって言ってたんやけれども、うん、その人がアン・ジュコンにより暗殺されちゃうわけですよ。そう、うん、暗殺されたらもうその韓国を、まあ、独立国として見てくれる偉い人はおらんくなったんです。ですよね、うん、だからどっちかっていうとこう統一には反対だったのに、そうそう、反対っていうか、頑張ってって言ってたけど全然頑張ってくれへんから、うん、もうってなってたところを殺されちゃうっていう。ですよね、うん、それで一気に韓国は併合されちゃうって、日本にね。ですよね、うん、もうこれ無理やからっていうことで、はい、もう止める人もおらへんからっていうことで併合されちゃいましたよっていう、ですね、いう感じですね、はい、はい。だからもうこのアン・ジュコンさんが殺したから併合されちゃったわけですよ、韓国って思いますよね、うん、はい、殺されんだったら独立の道はまだあったかもしれないかもしれないですけどね、はい、かもしれないです。というわけで伊藤博文さん死んじゃいました、はい、ちょっと最後飛ばしました、ね、はい、最後、はい、死んじゃったということで、はい、まあそういう人生を送ったわけですよね。ね、だからもう一階の農民の、まあ、お父さんが破産したレベルの養子に入るレベルから英語がちょっとできたからなんか知らんけど出世していったっていう。いや、なんか英語のせいにするのはちょっと悪いと思うんですけど。いや、でもそうじゃないの、まあ英語まあ、頭も良かったんでしょうけれども、昔はそんな農民の子がね、
総理大臣になるなんてありえへんわけですよ。まあそうですね、まあ、豊臣秀吉みたいなレベルですよね、はい、そうですね、うん、そういうのはなかったんで、まあ珍しい人ではあったん、ね、最後の方とか全然爵位とか持ってましたしね、はい、うん、でまあ、うん、特徴と功績ですよね、はい、はい、これ秘書さんお願いします。いやなんかいろいろあったんですけど、うん、特にこの衣食住に無頓着な人柄であったという話で、はいはい、うん、なんかまあもともと農民でなんでね、着飾ったりもしないんですか、ね、なんですかね、いやわかんないですよね。いやなんかもうあまりそのお手伝いさんとかがちゃんと掃除してるかどうかっていうところにもあまり気が届かなかったような感じですね。何が好きやったんですかね。お、女性が好きやったんですね。女性好きですね、はい、女好きやったんですね、はい、女好きで、うん、このあだ名がほうきだったらしいんですけど、なんでほうきなんですか。あの吐いて捨てるほど女がいるっていうところからほうきらしいで、明治天皇にまで注意を受ける。なんか明治天皇にすごいね、すごいねそれね、なかなかないですね。ひどいですね。天皇に多いお前やめときよって言われて、うん、結構すごい。うん、はい、とかあとさらにこのお酒タバコで愛人を家にまで連れてくる。うん、なんかあの歴史ヒストリアっていうなんか昔やってたなんかあの歴史系 の番組があったんですけど、なんかそこで奥さんの梅子さんについてあの特集してたやつがあったみたいで、でその梅子さんはまあもちろん結婚してて、でまああれまあ普通に生活はしてたんですけど、ただ愛人をこう家に連れてきたり女遊びが激しくいい、ちょっとまあでもね、昔の偉い人ってね、うん、女遊びをするのがステータスやったんでね、たくさんの女の人をはびこらせるのが、うん、あのいい、まあ、今の価値観ではおかしいですよ。今の価値観はもう一人しか愛してはいけないみたいやけど、うん、まあ、まあ、まあ昔はそういうのがあったんでね、うん、いやあるかもしれないですけど、うん、なんかあの一つの話では、うん、熱が40度ある時でも左右に女の人をはべらせてたって、うん、それはいいんじゃないですか。そうですか。それはいいんじゃないですか。います。ちなみに天皇さんなんかはもう高級っていうかね、はい、あの女性がいっぱいおるところで育ってて、はい、ただ明治天皇からあの一人になるんですよね。あ、いやいや、大正天皇から、ね、天皇か、そう、明治天皇は、まあ、まだ目かけの子なんですよね、多分。そうです。正当な奥さんの子供じゃないんで、その、なんて言うんですか、側室の子みたいな感じになってるんで、うん、その明治天皇自体はそのたくさんの女の人をはべらすっていうのはあんまりしなかったみたいですね、うん、でそれを見て育った大正天皇も、大正天皇もでも目かけの子なんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ、ね、それは知らなかった、はい、だからそういうのが嫌みたいになって、だん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 一夫制になっていく感じですよね。だから完全にキリスト教 あの影響がここで、この開国語にあったから、あ、それもあるんかもしれないですけど、なんかその、まあ、ちょっとそのいっぱいなんかおられるのはちょっと野蛮な文化で、うん、中国なんかいっぱいいますからね、昔から、うん、たくさんね、うん、なるほど、うん、まあそうですね、一夫一夫制っていう文化も入ってきて、なんか今の現状になってて、まあそれでも女好きな人はたくさんね、お金があればね、うん、何ぼでも寄ってくるんで、女性ははい、こ、はい、んな感じですね、はい、はい、で他人からの評判が、はい、なんか記憶力がいいとか、うん、でいや、これ何でも全て相談するんじゃなくて、これ何でも全て相談できる相手だったっていうふうに言ってる人がいたりとか、うん、まあ、あと何でも一番になりたかった、うん、あと、うん、金銭には本当になんか無頓着だったっていう、あ、お金はいっぱいもらってたんでしょうね、だからね、もらってたようですけど、うんうん、本当に無頓着すぎて、うん、なんか何でもかんでももう人にあげたりとかしちゃってみたいな、だからお金いらなかったんですよね、多分あんまりね、ね、うん、すごいですね、うん、お金なくても来いやって言ったら来る感じだよね、すごいもうオレオレみたいな、うん、かもしれないですね、そんな感じですね、はい、まだあるんですか。いやいや、これが特徴ですね、はい、で女子への教育も始める、はい、まあ、今までは女性っていうのはあまり勉強をさせてもらえなかった時代やったんですけれども、はい、女性も教育を始めましたと、はい、で、フグ料理を解禁しました、はい、これ知ってます？エピソード、エピソード、うん、エピソードは知らないです。あの
山口県出身で、うん、フグの名産地じゃないですか。そうですね。で、そこに山口県のところに、山口県やったかな、に泊まりに行ったんですよ、うん、総理大臣の時です、うん、で、その時普通に泊まりに行ったらおもてなしするでしょ、旅館、うん、ただその時にお魚取れなかったんですって、うん、ほんでどうしようもなくて、フグは毒があるからダメやったんですけれども、もう怒られるの覚悟で、もうそれしかないからフグを出したんですって。もちろん毒抜き、毒ちゃんと気分抜いてね、うんうん、フグを出して、それを伊藤博文は普通の魚やと思って食ったんですよ、うん、ほんならめちゃめちゃうまかったらしくて、なんじゃこれ、このうまいもんってなって、そっからフグ、いやもう食わせろよってなってフグ解禁したそういうこと、ね、そうなんですよ、すごいですよね、うん、あと貨幣の制定もしまして、鉄道開通とか、はいはい、まあ、大日本帝国建国もそうですし、うん、外交もそうですし、教育もそうですし、はい、で実は韓国併合反対派やった、うん、まあ、韓国は韓国で頑張ってやってくれよって言って応援してたんだけれども、まあ、最終的には併合、あの殺されちゃって併合しちゃったっていうね、うん、みたいな、こういう人生やったということで、うん、はい、すごいですね、なんか波乱万丈ですね。波乱万丈ですね、はい、ただこのお札になる人っていうのは、こういう波乱万丈な人生っていうか、結構面白いエピソードがたくさんあるんですよね。そうなんですね。やっぱり、うん、野口英世さんとかもそうですし、あの人は福沢諭吉さんもそうです、はい、福沢諭吉、うん、はい、さんもそうですし、はい、結構お札になった人って深掘りしてみると面白いですよね、はい、なかなかね、はい、あ、なるほど、うん、ね、いや、なんかあのちょうどこうあの明治維新ぐらいからの、はいはい、政治的な変化になんかほとんど関わってるのが伊藤博文だったなという感じですね。そうですね、うん、でも、うん、いや、ほんま、でも英語できるだけですよ、これちゃいますちゃいます、いや、あの、まあ、極論言えば、うん、やっぱりその外交の問題が一番大きかったので、そうやね、あの外国人がいっぱい入ってきた時にどう対応できるかって言ったら、うん、やっぱり渡米とかね、はい、あのしてた人がどんどん偉くなっていってるんですよね、やっぱりね、やっぱあのこの当時の人ら、うん、まあ、そういう意味ではこう自流の流れにちゃんと乗れてた、うん、そうですね、先見の目はあったんでしょうね、うん、何したらいいかっていうのも分かってて、うん、外国の凄さも分かってて、うん、外国の文化もどんどん取り入れてやろうというふうな感じだったので、した人っていうことですね、はい、いや、すごい勉強になりました。僕も勉強になりました。いや、なんかね、はい、面白かったですね、はい、なんかあの、はい、すごいお札の人ね、はい、はい、もうちょうど勉強した時に本当に伊藤博文が変態だっていう話しかね、うん、私の中には残った、うん、最後のね、女遊びがひどいっていうところだけね、はい、それ以外にいっぱいしてるんですよ、頑張ってるんですよ総理大臣してますから、ね、とりあえずね、今の総理大臣やったらそこをやめさせられてますけどね、はいはいはい、昔はね、良、はい、かった時代でしたね、はい、なんかあの、はい、ちょっと懐かしいですね、歴史が、あ、歴史がね、はい、はい、ね、というわけで、はい、今回はこんな感じで良かったんだろうか、うん、はい、大丈夫じゃないですか、はい、伊藤博文さん、はい、もう特集してみましたということで、はい、うん、いや、誕生日に合わせてやったんですけどね、誕生日が違うかったっていうね、そもそもね、誕生日がねちょっとよく分からなかった、はい、ということで、はい、というわけで、あの今なら笑える大失敗まだまだ募集してますんで、あの昔はうわやっべえと思ってたけど、今なら笑って許せる大失敗、ね、はい、まあ、皆さん昔のちょっとあの恥ずかしい話とか、そう、恥ずかしい話でもあの、はい、名前伏せてもらったらいいので、そうです、はい、たくさん送っていただきたいと思います、思ってます、はい、と次回ですね、あの台風が今も台風10号、はい、ね、6日ぐらいに来そうですけれども、はい、まあ、これから台風シーズンということで、台風と防災について来週はやっていきたいなと思っております。台風来てなかったらね、え、はい、台風来てたら中止です。中止ですか、はい、はいはいはい、というわけで、はい、今日はこれぐらい、今回はこんな感じで、はい、なんか無理やり締めた感じですけど、今日ちょっとね、最初ゆっくり しすぎましたねまさかこんな時間押すとは思わなかったんで、時間配分しようよ、ごめんなさいごめんなさい、はい、はい、
というわけで、ではまた、はい、このお札のシリーズはまたやっていく方法では、はい、福沢諭吉頑張ったんでちょっとやりたいです。、はいはい、というわけで、はい、また次回はとりあえず福沢諭吉で、はい、お金の次回 の, あのお札シリーズはね、お札シリーズは、はい、福沢諭吉さんでね、はい、渋沢さんもやらなあかんしね。そう、来年の大河はね渋沢さんなんですよ。そうなんですか、うん、だからその前にちょっとね予習したきたいな。なんか大河のイメージじゃなくなるんですけど。ああ、そうですね。はい。というわけで、今回はこの辺で。はい、というわけで、では、はい、ではまた来週。バイバイということで。